部屋と T シャツと私3ということで、今日はこんなバンド T の話などをしようと思います。スタート。前回ね、買ったはええけど普段は着れないなんていう話をしまして、それでもやっぱ買ってしまう、そして売ったりはしたくない、ライブ行ったツアー行った思い出に置いときたいというような T シャツがいっぱいありまして、前回は洋楽大物アーティストガイタレなんかを紹介しましたが、今回はね、音楽バンドは好きやけどグッズのデザインが厳しい時があるっていうようなバンドアーティストもいるじゃないですか。なんかちょっときつすぎたりとかね、もうちょっとマイルドやったらいいのになっていうかいうのがあったりするんですが、マキシマムザホルモンもね、時にこう着にくいなっていうのもあるんですよ。ライブやったら着れるんですけど、街ではね。だけど欲しくなる。この T シャツは、知り合いにめっちゃ長いことなんで買ってもらったんですけども、タンポン T シャツと言いましてね、まあ、知ってる人は知ってると思いますが、裏もいっぱいそのタンポンの使い方というか始終貼ってじゃないけども書いてあるんですけども、これやっぱあの買ってもらって悪いけれども、なかなか街では着れないと。でクロマニヨンズも大好きなんですが、これもちょっとね、もう僕ぐらいの年齢になると普通に着てるのは恥ずかしいとこもあるかなって。まあまあこれぐらいでいけるかな。あとね、そのクロマニヨンズの前、ヒロトとマーシーがやってたハイローズはね、もうめちゃくちゃ T シャツありまして、もうバームクーヘン T シャツとかも着すぎてね、あのヨレヨレなってきてるんで、もうこれ以上着たらやばいかなっていう感じで着ずに置いてあったり。ただですね、僕 V ネックとかは着ないのに、なぜかこの V ネックの T シャツしかなかったんで、エンジェルビートルの時のツアーでね、まあ、後ろサッカーのユニフォームみたいになってるのかな、これもね、まあ買っただけで一回も袖通してない。あとね、買ってよかったなっていうのは、このなんかライブハウスとのコラボみたいな、チキンジョージがね、20周年の時、2000年9月1日2日間のハイローズのこの T シャツとかはもうやっぱ嬉しくて何回も着て、でちょっともう色あせてきてたりするんで、最近は着るのを控えてると。じゃあ控えて今後どうすんねやっていうとこありますけど、でもね、僕がその2000年ぐらいかな、大阪のベイサイドジェニーという今はないライブハウスでね、ライズを見に行った時に買ったこの T シャツ、大事に持ってたらですね、後にメンバージェシーあっくんに、僕がやってたラジオにそれぞれにゲスト来てもらえることが何回かあってね、その時にこれ見よがしにこの T シャツ着てインタビューさせてもらってね、おおそれはなんて、あ僕はあの素人の時にベイサイド見に行ってるんですよなんていう話もできたりする場合もあるし、うん、やっぱ本人に会う時にね、その本人のアーティスト T とか着ときたいなっていうのも、好きなバンドアーティストではあるんで、着ないけども置いてたりっていうか、まあ売れないですね、もう死んだら棺桶に入れてもらうか、まあ誰か仲のいい子に遺品としてプレゼントしようかなというような感じです。ではね、次回は僕走行がこの200枚以上に及ぶアーティストグッズの T シャツコレクションの中で一番持ってるアーティスト、ケンさん、ケン横山さんの T シャツについてトークしようと思いますので、次回もよろしくお願いします。走行でした。さよなら。バイバイ。